はい、では皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、ちょっと緊急で動画回してまして、5月今2日の深夜2時、新ボックス出てからまだ1日経ってないっていう風な感じなんですが、僕ね、昨日ファントムナイツの動画アップロードしたんですけれども、あれあのオピオン入ってなかったんですよ。でオピオン入りのファントムナイツめちゃくちゃ強いよっていう風に聞いて、ちょっと触ってみたんだけど、このデッキ多分ティアゴッドです。はい、あのめっちゃ強い、いっちゃん強いまであるかもしれん、それぐらいのポテンシャル感じるデッキだったので、今ね生放送終わった後でめちゃくちゃ眠いんですけど、まあちょっといち早く情報としては伝えたいなと思って、はい、あの昨日の動画がねちょっと不完全なものだったかなと思うので大変申し訳ございませんでした。というわけで、今回オピオン入りのですねファントムナイツ紹介していきたいと思います。デッキレシピに関してはちょっと僕なりにね、いろいろいじってこんな感じがいいんじゃないかなというふうになりました。まずファントムナイツがティアゴッドだとして、ファントムナイツってどういう盤面構えてくるのって言ったら、後ろにこのスキルの後でこれスキルとかも一応説明するね。レイダーズアンブレイカブルマインドっていうのを置きながら、後ろにこのファントムフォースって置きながら、前盤面にオピオン置いて、で、後ろに侵略の侵食崩壊って置くんですよ。つまりもう後ろが侵食崩壊、ファントムフォースでスキルで生えてきた永続トラップで固まってるんだよね。でこの状態で、実はですね、あのブラックホール打たれると死ぬんですよなので、メタとして強いなと思ったんで僕ブラックホール入れてます。はい、っていうぐらいですかね。はい、あの伝えたいこととしては、で動かし方とかスキルに関してなんですが、昨日の動画でも話したので、このスキルとかに関してはね、あとティアスケールとかを解説したいと思ってるんだけど、知ってるよっていう人はあの飛ばしてもらって大丈夫です。一応タイムスタンプ置いておくので、飛びやすいようにしておきます。まずスキルなんですが、手札フィールドのモンスター1体を墓地送って、デッキからファントムナイツ1体を墓地送り、デッキ外からさっき言ったこの永続トラップをセットするっていうやつです。どういう風にするかっていうと、手札フィールドのファントムナイツ1枚墓地送ってください。でファントムナイツモンスター送って、相方どちらかはティアスケールにしてください。後で、理由を解説します。てか動き方の説明しながら、リプレイ見ながら説明した方が早いと思うのでそっちでいきます。で、このアンブレイカブルマインドっていうのは闇属性エクシーズモンスターを素材としてエクシー召喚、つまりランクアップマジック使ってエクシー召喚成功した時に1枚破壊できます。なので相手ターンに、ランクアップマジック使ってエクシーズ対でかいの出しながら1枚破壊するっていうのがこのカードです。で、3のスキル、自分フィールドの闇属性エクシーズモンスター1体を墓地送り、エクストラデッキからダークリベリオンを、セットします。もちろん表示形式変えれます。こうすることによってレベル4のダークリベリオンエクシーズドラゴンを出すことができるので、ダークレクイエムエクシーズドラゴンっていうのをランクアップマジックを使って相手ターンに、特殊召喚することができます。でこのダークレクイエムエクシーズドラゴンっていうのはどういうカードかっていうと、相手がモンスターの効果発動した時にエクシーズ素材を1つ取り除いて、無効にして破壊します。その後自分の墓地のエクシーズモンスター1体を選んで特殊召喚できますっていう風なめちゃくちゃ強いモンスターなんですよ。でこれを出していくんですが、ティアスケールってカードだけ最後解説させていただきたい。ティアスケールとファントムホースだけ解説して、リプレイ解説いきたいと思います。ティアスケール、手札1枚捨てて、ファントムナイツティアスケールの除くファントムナイツモンスターもしくはファントム魔法トラップ1枚をデッキから墓地を送る。なんで手札1枚捨ててデッキから好きなカードファントムナイツのサポートカード1枚を墓地に送るってカードです。でさっき捨てるときにティアスケールとなんかを捨ててくださいって言ったじゃん。これが2の効果で、このカードが墓地に存在して自分の墓地からファントムナイツかファントム魔法トラップどちらかが除外されたときに特殊召喚することができるんですよ。
で、この効果で特殊召喚したカードをフィールドから放てば除外されるってデメリット効果もあるんですが、なんで召喚権使わずにティアスケールを特殊召喚して、さらにさらにそのティアスケールの効果を使い、手札からモンスターだったりだとかを捨てることによって、さらに横展開ができるというふうなカードがティアスケールでございます。で、新しく追加されたファントムホース。これは自分相手メインフェーズに墓地から闇属性を任意の数だけ除外して、それよりもレベルが、ランクが高い、モンスターにランクアップエクシーズチェンジすることができます。なんで基本的には、フィールドにいるダークリベリオンエクシーズドラゴンを、このレクイエムドラゴンに変えるので、闇属性モンスター1体を墓地から除外するって感じだね。じゃあ、実際の動かし方について、今からリプレイ解説やっていきたいと思います。先行理想展開と、先行の妥協展開。で、あとは、クローの打ち方、ミラーでのね、に関して、ちょっと話していきたいなと思っております。では、まずですね、先行理想展開からやっていきたいと思います。はい、相手はブルーアイズでございます。で、先行理想展開なんですが、ブルーアイズ相手にちょっとね、縦で出しちゃダメなところ出しちゃったんで、そこだけちょっとご愛嬌ということで、よろしくお願いします。はい、ハンドこんな感じ、フルモンですね。フルモン動けないと思うじゃないですか、動けるんですよ。手札1枚捨てて、ティアスケールを墓地に送っていきます。デッキからですね。さらに、レイダーズアンブレイカブルマインドを、デッキ外からセットすることができます。サイレント別の効果発動を除外することでファントム魔法トラップを手札に加えます。加えるのはランクアップマジックファントムフォース、除外されたのでティアスケールの効果を発動します。ティアスケールの効果を使い、ティアスケール特殊召喚、さらにティアスケールの効果で手札を1枚、捨ててデッキから1枚ファントムナイツ墓地に送ります。ダスティーローブと、ラギットグローブ落としました。で、ダスティローブの効果発動を除外してファントムナイツを、手札に加えることが、まあ現役師団カードを手札に加えることができます。で、このファントムナイツランチっていうのは、この、ダスティローブの効果でサーチすることができます。これがオピオンになるカードなんですね。はい。で、こういう風にサイレントブーツの方でファントムホースをサーチ。ダスティローブの方でファントムナイツクラウン、ラウンチをサーチ。ここまで大丈夫でしょうか。この後何をするかっていうと、ここ、墓地に必ずファントムナイツのトラップカードを送ってください。ファントムウィングでもファントムソードでもどちらでも大丈夫です。必ず展開時に必要になります。後で展開の時に使うので、覚えておいてください。というわけでダスティーローブで、ラウンチをサーチ、サイレントブーツでファントムホースサーチで何かしらの効果でファントムウィングを墓地に送る。ここまでで完成です。では、その後ですね、今回はリバイエールを作っていきます。ここ本当は守備で出してください。リバイエールはエクシーズ素材1個取り除いて、除外ゾーンから特殊召喚することができます。で、さらに、手札の余っているラギットグラブを召喚することで、レベル3のモンスター2回でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚出していくのがブレイクソードでございます。闇属性エクシーズモンスターが今フィールドにいます。闇属性エクシーズモンスター1体を墓地に送り、ダークリベリオンエクシーズドラゴンを裏守備でセットします。こうやってね。はい。で、反転召喚していきましょう。で、この後さっき落としたファントムウィングを使いブレイクソードを特殊召喚します。これが大事。ブレイクソードを蘇生するためにファントムウィングを落としてたんですね。なんでかっていうと、ファントムラウンチで、エクシーズ素材がない闇属性エクシーズモンスター1体のランクが1つ高いモンスターを重ねてエクシーズ召喚することができます。つまりブレイクソードよりも1つランクが高いモンスターを出せるわけですね。なんでファントムナイツラウンチを発動。ここをベルズオピオンにしていきます。ベルズオピオンの効果発動、エクシーズ素材を1つ取り除き、侵食崩壊を取ってきます。基本取り除くときはブレイクソードを取り除いてください。なんでかっていうと、ファントムフォースの時に闇属性モンスターを除外するんですが、このあたり墓地宿になるので、ブレイクソードいらないので、こいつを除外してあげることによって墓地のリソースが守られるってわけでございます。はい。カード2枚セットしてターンエンド。これでですね、どういう盤面かっていうと、まあ、後続、次のターン後続を持ってこれるリバイエール。で、さらに、
アンブレイカブルマインドがあるので、ファントムフォース使うことによってこいつをランクアップエクシスチェンジでレクイエムドラゴンにすることができます。なんで、レクイエムドラゴンになったタイミングで1枚破壊の1妨害、さらにレクイエムドラゴンのモンスター効果無効で2妨害、さらに侵食崩壊でベルズ一体を除外し、2枚相手のカードを手札に戻すことができるので4妨害ある感じです。プラス、ベルズオピオンがいるのでレベル5以上のモンスター特殊召喚することができません。なんで、オルタナティブとかも出せないですし、まあ、ブルーアイズ目線あの融合とかもできないですし、受け継ぎし魂も打てないですしっていう、もう機能不全に落ちるわけでございます。はい、オルタナティブ出てきたのでこのタイミングで、ランクアップマジックファントムホース発動、ここをダークリフィームエクシュードラゴンにしていき、カード1枚破壊していきます。さらに霊竜出てきました。ここでダークレクイエムエクシーズドラゴンの効果発動、エクシーズ素材を1つ取り除き、モンスター効果を無効にし破壊していきます。これで、よいしょと、ダークリベリオンを墓地から選んで特殊召喚できるので出していってジジという感じになります。まあこんな感じなんですが、あとですね、すいません、先行の今のはフルモンだった時のパターンですね。じゃあフルモンじゃなかった時どうなるかっていうところを、今から一つやっていきたいと思います。フルモンじゃない時はですね、もう端的に言っちゃうとリバイエルがなくなるだけです。他何も影響ありません。次のターン墓地に眠っているティアスケールを、特殊召喚するところから始めることもできますので、ティアスケールがいればね、あの2アド稼げるのでそこから動ける、いや自身の、蘇生も込みで3アドですか、稼げるわけですね。今回は不純物1枚混じっております。じゃあどういう展開になるかというと、はい、ティアスケール必ず落としてください。でサイレントブーツいますよね。サイレントブーツ除外して何を察するんでしたっけ。サイレントブーツを除外し、ランクアップマジックを、ファントムホースをサーチします。ティアスケールは除外されたのでここで特殊召喚することができ、ティアスケールの効果でさっきと一緒ですね、ダスティーローブをまず落として、ランクアップマジック取ってきて、でラギッドグローブでトラップカードを落としていきます。で、さっきの違いのはリバイエルに行かずここでブレイクソードにいきなり行っているっていうところですね。はい、でここでファントムウィングの効果発動、ブレイクソードを蘇生していきます。さらに、ラウンチ打ちまして、ブレイクソードをベルズオピオンに変えてください。ベルズオピオンの効果発動、ラギットグローブじゃない、ブレイクソードを落として、侵食崩壊をサーチします。ジジというわけでございます。妨害数は変わってません。リバエルがいないので、次のターンのまくり性能がちょっとだけ落ちているっていうだけなんですよね。ただ、誤差です。全然大丈夫になります。では、最後ですね、ミラーが今後流行ってくると思います。そのミラーでの、立ち振る舞い方といいますか、クローの打ち方について、最後話していって終わりたいなと思います。クローの打ちどころっていうのは2つあります。どちらに打つのかっていうのは、まあ、手札だったりだとかいろいろ相談するところがあるかなと思うんですが、はい、まずこんな感じになります。造園でステンドグリーブですね。はい、ダスティローブで、サイレントブーツサーチ。ということは、あいつがいないですね。ティアスケールいないですね。じゃあ、ティアスケールここを除外してあげると、相手は困るかもしれません。はい、ティアスケールを除外します。で、相手はこうやって展開してくるんですが、ブレイクソードからので展開、落ちてますね。はい。これで、エキシードラゴン出てくる。これでね、オピオン出せないんですよ。要はその墓地にファントム魔法トラップ落ちてないんだよね。まあトラップカードか、あのラギ、ティアスケール効果使えてないから。で、カウンタートラップと、まあランクアップマジックかな、を置いてって感じです。で、サイレントブーツを除外し、1枚、剣を取ってきて、ティアスケール効果発動。で、ラウンチなんですが、ブリザードで無効を取ってきます。はい。で、こっからですね、ティアスケールの効果を使い、ダスティーローブを落としていって、みたいな感じになってるんですが、ここでジジという感じになります。はい。
というわけでいかがだったでしょうか。一応デッキレシピ改めて、紹介させていただきますが、まあ、個人的にミラーが増えるだろうといったところを想定してですね、ミラーに強いカードっていうのを多めに採用しております。ただロンギヌスまではまだそこまで環境偏ってなくて過剰かなと思ったので入れておりません。でこのデッキレベル5以上を封殺できるので、ベルズオピオン、ベルズよりもうまくベルズオピオンを使うデッキです。はい、なのでまあなんと言いますか、アンデアイズだったりだとかブルーアイズだったりだとか、今環境で強いって言われてるテーマに関してはかなり、相性がいいんじゃないかなと思います、トレーナーに対してね。はい、というわけで、今回動画以上になります。参考になったらぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。